もうね、もうやばいんすよ。冬物買いすぎてちょっと金欠です。はい、大勢です。本日もご視聴いただきますね。ほんとね、服好きあるあるなんですけど、お洋服が楽しすぎて物欲がマジ止まんないんすよね。結構買ってるんですけど全然皆さんに紹介できてないんで、まあなんか買ってよかったっていうよりかは購入品を紹介するっていう動画になるかなと思うんですが、リアルバイとかちょっと今月誕生日だったんでプレゼントでいただいたものとかがあって、めっちゃ服があるわけですよ。その中で僕が本当にちょっとおすすめしたいアイテム何個かピックアップさせていただいたので、この僕がめっちゃ買った気持ちをちょっと動画内で発散させてもらえたらなと思うのと、これを知ってあっそのニットめっちゃ欲しかったんだよねとか、わかる、そういうアイテムめっちゃ欲しかったみたいな感じで、少しでもフォロワーさんだったりとかチャンネル登録してくださってる方が参考になればなと思って今日は動画を撮影しております。ちょっと購入品をね 5点か6点、紹介できればなと思ってますので、よければ最後まで見てってください。で本日も早速行ってみましょう。はい、まず1つ目がこちらでございます。最近ねちょっと京都の旅行でも買ってたんですけど、ブランド名がアワーレガシーです。最近ここ大好きなアワーレガでございます。購入先はストックNYC の、神戸店で購入させていただきました。29サイズのものを購入しました。このねセンターがめちゃくちゃ印象的で、まあ、ここがちょっとこうフリンジみたいな感じになってて、まあ、切り替えになってるんですけども、すごい印象的なパンツだなと思って、購入させていただきました。シルエットは結構ストレートでちょっと落ち感のあるパンツなんですけども、価格がね5、6万ぐらいするのでちょっとね高いんですけども、まあちょっと哀れがのデニムは割となんかこうエッジの効いたものが多いので、なんかあれ履いてるとあ哀れがしいだねってすぐ分かるぐらい印象的なデニムのパンツになってます。最近これにねちょっとこうハードめなレザーとか合わせたりとか、ちょっとこう男臭いようなファッションを好んできていて、こういう今日みたいな洋服の色味も着るんですけど、たまにこういうグレーのデニム入れてオールブラックとかしたいなと思って、そんな気分でこういうデニムを買ってみました。高いんですけど、かっこいいんですよね。これ履いてみますね。こんな感じです。めちゃくちゃ印象的なので、今の時期も活躍するし、これ夏の時とか結構かっこいいと思うんですよね。ブーツと合わせたりとかスニーカーで合わせてもすごいシルエット自体は綺麗だし、かっこよくなりすぎちゃうとかモードっぽすぎるよって思う方はちょっと履きにくいかなと思うんですけど、上さえシンプルにしちゃえばこういうデザインデニムってすごいコーディネートに落とし込みやすいと思います。上にレザーのジャケット着たりとか、上にテーラードジャケット着たりとかね、個人的にはこういうねテーラードジャケットを着て、なんかこうジーンズ合わせってのもいいかなと思うので、まあ、こういったスタイリングに落とし込むのがいいかなと思って購入しました。これめっちゃかっこいいんですよね。1つ目こちらでございます。次もう1個いきたいと思います。はい、2つ目がはいこちらでございます。バッグですね。レザーのバッグです。これ知ってる方は見た瞬間もう分かるかなと思うんですけど、ブランド名はルメールというブランドでございます。これは僕あの購入品というよりかは、今月10月実は28歳の誕生日だったんですけど、今お付き合いしている、彼女からのプレゼントでいただきました。すいません、ちょっと購入品ではないんですけど、でもめちゃくちゃ欲しかったんですよ。僕ルメールのこのバッグ超欲しくて、全然彼女には言ってなかったんですけど、なんでこれ欲しいの知ってんのって言ったら、いやなんか前こそっと歩いてる時につけてる人のやつかっこいいって言ってたの覚えててみたいな、イケメンかよと思ったんですけど、これね、ルメールのバッグちょっと値段はね、まあいただいたものなんで調べるのはちょっと嫌で見てないんですけど、でもね僕のこれ1個ちっちゃいサイズを見てた時に10万前後ぐらいしたので、これもう1個大きいサイズなんで、えってことはってなるんですけど、本当にでもこういうねショルダーのバッグずっとレザーで探してたから嬉しくて、でちょっとおすすめさせてほしいです。めちゃくちゃ高いんで高価なものではあるんですけど、クロワッサンバッグって言って、ちょっと本当に形がクロワッサンのようなバッグになってます。レザーの質感も本当ルメールならではで本当上品な質感で、中身も結構入るんですよ。中も PC 入れるとちょっとまずいんですけど、内側にこういったちゃんとレザーの小物入れとか入ってたりとかしてて、中の気遣いもめちゃくちゃいいですし、何が一番いいかって思うと、まあこうショルダーバッグって中身取り出すのももちろん楽なんですけど、財布とかめんどくさいじゃないですか。財布とかめんどくさい時にこのバッグね、ここにもファスナーついてて、ここにもファスナーついてて、ここピッて開けると
ここに財布とか入れれるんですよ、鍵とか。これめっちゃ良くて、だってこのまま帰ってきて、あ、ないじゃんってよりかは、ちょっとこの辺から財布が出てきて、お会計の時、あ、すいません、お会計お願いします、あ、っていう風に財布が出てくるとかの方がマジスマートだなと思って、ちょっとこう、掛け方的には前身頃ぐらいにこうやってバッグを垂らすのがすごいかっこいいなと思うんですけど、これめっちゃ良かったですね。やっぱりルメールいいっすね。こういうショルダーバッグ1個入るとやっぱスタイリングにまたガラッと印象が変わるのと、レザーの質感、秋冬入ってくると一気に引き締め効果もあるのでおすすめでございます。ちょっと高価なものではあるんですが、ぜひクリスマスのプレゼントだったりとか誕生日プレゼントとかに、旦那さん、彼氏さんとかにちょっと大切なものをあげたいなって時にルメールのバッグおすすめでございます。レザーつながりであれなんですけど、次ベルトでございます。これもね、10月の購入品で、購入しました。ブランド名はセモン×ヒアーズということで、セモンのベルトに、僕がやっているアクセサリーブランド、僕の会社のブランドなんですけど、ヒアーズというアクセサリーブランドとコラボですね。めちゃくちゃいいから、マジベルト探してるし本当におすすめなんで、やっぱりこうちょっとこう紳士ベルトになってるので、一応レディースの、ベルトのサイズが細身のベルトにこういうスタッツを施しているっていう形ですね。ベルト自体にシルバーの細身のベルトなんですけど、ベルトとベルトのこの3点にスタッツを入れていて、ここのスタッツが後ろにこう腰に当たった時に人それぞれでこのスタッツのクリーチが違うんですよ。なんでかっていうとウエストが違うから、ここの真後ろに来る人もいれば、ここのサイドに来る人もいたいっていう感じで、スタッツの位置が人によって違うってところも、こだわっているポイントです。で、あとここのスタッツ全てアソートになっていて、ちょっとサイズ違いのものが3つついているので、ちょっとこう引きから見ても近くで見ても、あ、形これ実は違うんだみたいな、それつけてる人が一番テンション上がるような仕様になっております。いや、マジで素敵なんで、ぜひこれもベルト探してる方いたらおすすめでございます。細身のベルトなので女性でもいけますし、なんかジーンズだったりとか、もちろんスラックスとも相性がいいように作ってるので、好きな、ボトムスと合わせてみてください。はい、つけてみました。一応こんな感じでウエストのベルトの最後のエンドの部分にスタッツがくるので、タックインした時に印象的なベルトになっております。3万ぐらいのベルトにはなるんですけど、1回買うとベルトってずっと使えると思うので、ぜひとも壊れるまで使ってあげてください。でいきます。これ絶対ね、みんなめっちゃ探してる方多いと思うんですけど、さっきのルメールつながりじゃないんですけど、今回はちょっとバッグ紹介したいなと思ってて、レザーではなくてナイロンで紹介したいです。いや、めちゃくちゃサイズ感だったりとかデザインとかが超好きで使ってるんですけど、じゃん、こちらでございます。アークテリクスのバックパック、15リッターで一番ちっちゃいやつですね。多分トラベル用とかでちっちゃく持つ用のバックパックなんですけど、バックパック正直あんま好きじゃないんですけど、このバックパックならマジで持てると思ってて、でしかも13インチのパソコン入るんですよ、このサイズ感で。なおかつ軽いで、ちっちゃいし、本当にちっちゃいのよ、このぐらいで。あと何がいいかっていうと、もちろん持ちやすさにこだわってるわけじゃないから、重いのものをめっちゃ入れるわけじゃないんですけど、これめっちゃちっちゃくなるんですよ、バックパック。ほら、このぐらいのサイズ、折りたたみ傘じゃんみたいな。え、これ折りたたみ傘じゃねみたいなぐらいのサイズになるんですけど、これに PC も入って iPad とかも入るし、ちょっとした本当に旅行行くときぐらいは全然使えます。背負った感じが本当にちっちゃくて可愛いんですよ。ほら、このぐらいで、こういうかスタイリングでもそんなに変に見えないし、最近ね、これすごい街で使ってますね、僕。結構タウンユース寄りのバックパックな気がしてて、でアクテリクスなんで、少しアウトドア寄りってよりか、ちょっとスタイリッシュな雰囲気にも見えるので、割と本当にタウン向きな気がします。本当にシティユースというか、街で使えるバックパック。なんかそういうギア系で言うと、ガチすぎるよりか、僕はちょっとおしゃれな方が使いやすいなと思っちゃうので、これね、めっちゃ重宝してますね。中身をちょっと紹介すると、ちゃんとね、ここで2つ分けることができて、手前側と、もう一つ、こう、後ろ側で入れれて、仕切りもついてる中に。中にこういう仕切りもついてる。ここにパソコン入るんですよね。パソコン入れたり小物とかも入れれるし、便利。結構入る、マジで。ほら。パソコンとパソコン周辺機器入れたりとかしてもいいし、割と入りますね。ちゃんとここ中にも小物入れみたいなのもついてるし、何がいいかというと、これから旅行行くじゃないですか。旅行の時に、うわちょっとバックパック重いのも嫌だなみたいな時に、こんなにちっちゃくなるなんて思ってなかった。
めちゃくちゃちっちゃいのでしょこれ。これ最近で一番買ってよかったアイテムこれな気がするけど、まあ、機能性面で言うとね、ちょっとバックパック探しててバックパック嫌いの方も使える。ただ機能的な部分で言うとそんなにないから、本当にタウンユース、街で簡単におしゃれに使えるバックパックないですかって探してる方はめちゃくちゃおすすめです。これで7,000〜8,000ぐらい、7,000ぐらい、8,000か9,000ぐらいだった気がします。ちょっとうる覚えではあるんですけど、なんか1万円いかなくて、うわめっちゃいいじゃんと思って買いました。これもね、彼女から教えてもらったんですけど、めちゃくちゃいいですね。ちょっとジム行ってきますとか買い物行ってきますって時とかも使えるんで、おすすめでございます。これ多分ね、インスタで紹介したら絶対バズると思うから、インスタでも紹介します。最後はカムズ&ゴーズの、ニットキャップを買いました。商品名はスタンダードニット BB ニキャップ、スタンドニット BB ニットキャップって感じで、こちらです。購入先は 1LDK で買いました。で、ネイビーのニットキャップ一つ持ってなかったのと、ちょっとこのボンボンついてるニットキャップ使いたいなと思って、購入させていただきました。今回値段は10,670円ぐらい定価は。で、カムズ&ゴーズは普通にいいものを丁寧に作る、日々のユニフォームであることを理想とした帽子ということで、結構帽子専業ブランドというか帽子を得意としているブランドなんですけど、帽子といえばカムズでしょみたいな、カムズとか木島さんでしょって形になってくる人が多いと思うんですけど、やっぱりってね、やっぱりカムズのニットキャップ可愛いのが多くて、結構これもボンボンついてて、今までの自分のテイストだったらこういうのあんまり被ってこなかったんですけど、まあこういったニットキャップも被りたいなと思って買ってみました。可愛らしくなっちゃうんですけど、ローゲージの編み地にボンボンがアクセントになったニットキャップ、ちょっとこう上品な雰囲気を漂わせてくれるような感じですね。編み地とかネイビーなので、ネイビーのカラーってのと編み地が結構リブ編みで品がよく見えるので、少し雰囲気変えたいなみたいな時とかにおすすめでございます。この今日みたいなニットスタイルとかに合わせてあげても可愛いかなと思いますし、ジャケットで硬くなりすぎるなみたいな時に力抜きた時にニットキャップもおすすめです。ちょっと締め付けがちょっとだけ最初強いので、かぶってると頭ちょっと痛いかなって思っちゃう時もあるかもしれないんですけど、まあでもそれ以上にシンプルに可愛くておしゃれだなっていう印象ですね。似合う似合わないちょっと出そうな帽子なので、ちょっと個性的な帽子探してるよみたいな方にぜひともおすすめなのと、プレゼントとかもいいと思います。はい、こんな感じで今日はね、本当早口で紹介させていただいたんですけども、サクッと購入品を紹介してみました。本当はもっと一個一個丁寧にね、これがこれでこれをこういう風に合わせたいっていう感じで伝えてもいいかなと思ったんですけど、まだまだ紹介したいのいっぱいあるので、ぜひこれを機にまた購入品の動画お出しします。パート3ぐらいまでいけるかなってところか、冬物を大量に買ったので紹介しますって言って一気に紹介するかはちょっと悩むんですが、まあ一個一個ね入れ替えてると本当にキリのない形になってしまうんですが、それでもちょっとお付き合いしていただければなと思っております。今月ちょっと買いすぎたんですが、いいものはできるだけシェアしたいなと思っているので、少しでもみんなの元にいい情報が届けばなと思って紹介させていただいております。はい、そんな感じで今日は以上となりますが、また別の動画でも紹介しますので見ていただければなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。大勢でした。バイバイ。